初めましての方もご常連の皆様も、 IT ジャーナリストの宮脇敦史です。よろしくお願いします。令和3年9月7日の夕方、ツイッターのトレンドにテレ朝の遠赤転落搬送事案というキーワードがありました。そこでトコトコトコとネットの方を見てみますと、目に留まったのはオリコンニュースのこちらの記事でした。テレビ朝日は7日、スポーツ局スタッフ10人が緊急事態宣言下の東京オリンピック終了後に打ち上げとして宴席を開き、1人が店から転落し救急搬送された事案について、同局社員6人の社内処分を発表したとのこと。いわゆるテレ朝カラオケボックス、飲酒しちゃってたらそのままなんか転落しちゃって2階からダイブ事件的なみたいなっぽいものにおいてのテレビ朝日の社内処分が下ったというんです。この事故を簡単に振り返っておきます。まず東京オリンピックゲームスの閉会式が始まったその瞬間から、テレビ朝日のスポーツ局のスタッフが酒類を提供する鉄板焼き屋でまず一次会、次に宴も盛り上がったところでカラオケボックスへと歌詞を変えて、翌朝までカラオケ歌ってと飲酒を繰り返し、その果てにテレビ朝日の女性社員さんが2階からダイブしてしまいました。場所は繁華街のど真ん中です。時間は朝の4時ぐらいだったということなんですが、人通りもありますので、あ、人が2階から落ちてきたということで110番通報されまして、この女性社員さんはピーポーピーポーの救急搬送されて、そして入院となりました。ただしいずれも厳密には違法性はありません。これはモラルが問われているんです。なぜならテレビ朝日は羽鳥慎一のモーニングショーに代表されるニュースやワイドショーで自粛自粛、そしてステイホームを呼びかけていたからです。さらに自粛パトロールとばかりに路上飲みを批判的に報じ、カラオケなどはもってのほかと伝えておりました。ところが自分たちははしご酒からのカラオケ大会をやっていたわけです。ましてや東京オリンピックゲームスの閉会式の8月8日といえば、実際のところ新規陽性者の増加率というもののこの速度は鈍化していっていたとはいえ、その3日前になる8月5日には新規陽性者が5000人超えたと大騒ぎしていた、そんなタイミングなんです。こうした状況を踏まえた上でテレビ朝日が下した処分があれであるならば、もはやてんこ盛りの疑惑がズタコーン。処分に対してネットの皆さんの反応というのは生ぬるいというものでした。先のオリコンニュースさんより処分を紹介します。カラオケボックスに行っていた10人のうち社員6人については謹慎10日間の処分とし、スポーツ局長及びスポーツセンター長には監督責任を問い減給1ヶ月の処分を決定。その他4人の社外スタッフについては派遣元に対応を依頼した。さらにスポーツ局統括の亀山社長、スポーツ局担当の浜島常務からは役員報酬 10%、 1ヶ月返上の申し出があったとした。当事者の処分は謹慎10日間なので、ネットの皆さんはこれをリフレッシュ休暇と笑っておりました。またスポーツ局を統括するのはテレビ朝日の亀山社長です。それが担当常務も含めて役員報酬の 10%1 ヶ月の返納を申し出たということは、テレビ朝日の役員の皆様というのはこの件役員会議に諮るほどのことではないなんてね、思われていたんじゃないかなと推測することができます。さらにスポーツ局統括である亀山社長の責任を問う動議が役員の皆さんから出なかったということにもなります。つまりテレビ朝日という会社がまあその程度と見てるということです。もちろん一般常識に照らした時に若手社員がちょっとハメを外したぐらいのことで社長の首を取れなんてことは言いません。しかしテレビ朝日といえば羽鳥慎一のモーニングショーや報道ステーションなどなどで他人の責任については厳しくいかんあかんと追及をしておりました。例えば政治家の不祥事については100歩譲ってその責任追及は仕方がないとします。ただそれ以外の企業団体大学などにいかんあかんと説明責任はと追及してきたのがテレビ朝日のニュースやワイドショーなんです。直近で思い出すのが当時東京オリンピックゲームスの組織委員会会長職に荒らせられました森元首相の優秀な女性の話は長いんだけどやっぱり優秀だから欠員できたら女性にお願いしますという
うんうん、資料がこう言ってます、話長えよと。結局森本首相の話が一番長いんだよという、まあ、自虐的なネタ、この話題について必要に吊るし上げてリンチショーとやっていたのが、やはりテレビ朝日のニュースやワイドショーです。それが今回はしれっとぬめと自主返納です。またこの番組を撮影している時点と断っておきますが、テレビ朝日の亀山社長やさらにその上にいる早川博会長、いやそれどころか担当部局のその責任者の記者会見が行われておらず、つまりは説明責任が果たされていないんです。こうしたところからもやはり疑惑がドボ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 。さらに今から3年前の平成、まあ西暦で言いますと2018年5月30日のモーニングショーの番組の中での皆様大好きなテレビ朝日さんの社員の発言を私の当時のツイートより紹介します。日大アメフト部には一罰100回で厳しい処分を下さなければ再発防止はできない、まあ実際には長いお話だったんですけど、これに対して私、自分の勤務先の過労死認定にパワハラセクハラ疑惑も同じく追及したらその指摘も刺さるけどね。これはあの日大アメフト部の危険なタックルを取り上げた時のコメントで、一方私がお示しした過労死についてはこのモーニングショーの放送のちょうど2週間前に当たる朝日新聞より紹介します。2018年5月16日の朝日新聞は、テレビ朝日のドラマのプロデューサーだった男性社員が2015年2月に心不全で亡くなってしまっていたのを長時間労働による過労が原因だったとして三田労働基準監督署が労災認定していたことが16日同社への取材で分かったと報じております。この時テレビ朝日は働き方改革の徹底と朝日新聞の取材に答えております。その働き方改革の果てに打ち上げカラオケ飲酒転落事故が起きたということになります。日大アメフト部には一罰100回の厳しい処分を求めておきながら、テレビ朝日の社内は甘々だったということになるのでは、ん、うんうん、白がこう言ってます、ラブスター。ましてや今回のカラオケ転落事故が発覚した直後の令和3年8月11日のテレビ朝日羽鳥慎一のモーニングショーの中では、皆様大好きなテレビ朝日の社員さんが申し訳ございませんでしたと謝罪した上でこんなお話をされていました。今回の問題に関してはですね、3つ大きな問題があると私は考えます。一つはですね、緊急事態宣言下で飲食店の皆さんには酒類の販売に自粛を呼びかけられていて、私たちの番組で行動の自粛をずっと呼びかけてきました。その中でその呼びかける立場のテレビ朝日社員が10人で集まって酒を飲み宴会をしていたというふうなことがまず問題点の一つ、それから二つ目の問題点としてオリンピックに関する感染拡大が危惧されている。話長えよ。この長い話をググっとまとめますと、テレビ朝日としては社内で検証委員会などを立ち上げて全てをつまびらかにする、それこそが信頼回復の始まりではないか、まあ、ざっくりと言うとこんなようなお話をされておりました。確かにテレビ朝日のプレスリリースを見ますと、当社では事案発生直後速やかに関係各部署の担当役員局長からなる緊急調査チームを設置し対応に当たってまいりました。だがちょっと待ってほしい。いやいやいや、社内の不祥事を社内で調査しても必ずしも正しい答えにたどり着くとは限りません。当初からネットの噂になっていて、私はその説に立ちませんが、そのカラオケボックスに社長さんがいたんではないか的なみたいなっぽい疑惑がネット上では渦巻いておりました。まあ万が一それが事実だったとした時に、緊急調査チームが社内のスタッフで立ち上げたんであれば、社長さんに対して忖度が働くという疑惑が浮上してしまうんです。だからモーニングショーにせよ報道ステーションにせよ、何かスキャンダルが起こるたびに第三者委員会を立ち上げろなんて主張するわけです。もちろん疑惑がと言った方がその疑惑の証拠を示すのが一般社会の常識ですが、森かけ桜に代表されるようにニュースやワイドショーのロジックというのは、疑惑が深まったって言い出したら、その疑惑を持たれた側がいやいやもう潔白ですよという証拠を示せ、分かりやすいように示せと繰り返してきました。ならば今回オン自ら潔白を証明するために第三者委員会を立ち上げて迅速に調査して発表すべきだったのではないでしょうか。それともテレビの側の疑惑は良い疑惑で、そうじゃない疑惑があって、まるで他人の不倫はゲス不倫でもオイラの浮気はラブロマンスという、何でもかんでも何でもかんでものメンタ何でもかんでも
と冗談はともかく、シロが、シロがやっぱりこれだと言ってます。ダブスターあからさまなダブスターというのは嘘、嘘と同じです。先ほどの皆様大好きなテレビ朝日の社員さんの仲いいお話から、彼が問題としている、問題点としている部分を J キャストさんが手短にまとめてくれていたので、そちらを紹介します。社員個人の資質の問題なのか、指導が足りなかったのか、それともテレビ朝日の構造の問題なのか、ここでテレビ朝日という会社への疑惑が、ちたかーん。カラオケボックス飲酒転落事故がたまたまのことであるならば、ネットの皆さんが言うリフレッシュ休暇だというのはいささか言い過ぎかなって気もします。しかしテレビ朝日の過去、過去というのは過労死だけの話ではありません。令和元年9月13日のハフィントンポストにこんな見出しの記事を見つけちゃいました。ホーステでハラスメント事案、元テレビ朝日、元テレビ朝日報道局員の私が伝えたいこと。テレビ朝日の報道ステーションでハラスメント事案が発生していた。これ申し出たのになんだかうやむやにされそうになったので、週刊文春、週刊新潮にリークしたという騒動がありました。こちらの記事は元テレビ朝日報道局社員さんであった湊晃子さんがご自身の勤務経験を踏まえてリポートしたものです。この件についてはこの年の9月5日付で報道ステーションの公式サイトの方に当該社員を懲戒処分にしましたと発表されました。ところが湊晃子さんが関係者にゴニョゴニョゴニョって話を聞くと、どうやらその懲戒処分とは謹慎だったというんです。白がこう言ってます。リフレッシュ休暇。こちらの記事によりますと、湊晃子さんがテレビ朝日に入社したのが西暦でいう2009年のこと。報道局の夕方のニュースに配属されると、私の周りではセクハラは日常的にあったと告白されております。これが今から12年前の話です。というよりも、私が社会人になった32年前、まあ平成元年頃、西暦でいう1989年頃に、すでにセクハラというのは問題視されております。中尊寺ゆつ子さんの漫画から生まれた親父ギャルという言葉が世間を賑わせたのも、そういう背景、時代背景があったからです。つまりテレビ朝日は2009年という21世紀が訪れてしばらく経ってからも、昭和的なみたいなっぽい価値観だったということです。そしてそれが今も同じくならば、先ほどの報告書に全く意味はありません。それが証拠に、テレビ朝日の報告書的なみたいなっぽいものが発表された直後の放送となります、令和3年9月8日の羽鳥慎一のモーニングショーの中で、この報告書について番組の中で取り上げることはなかった、なかった、なかった、やっぱり一切合切ありませんでした。つまりそれは信頼回復などする気がさらさらないということの告白になります。そんな信頼回復などする気がさらさらない番組やテレビ局には、この日本社会から消えた、消えた、やったーとなることを願わずにはいられない今日この頃でございます。近頃のテレビ朝日では特撮ヒーローのイベントの広告が流されております。それはすなわちお金をいただけるスポンサーの CM が、消えた、消えた、どうもということなのかもしれません。やっぱり信頼って大切なんだなと噛みしめつつ、みんなで頑張っていきましょい。最後までご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録もよろしくお願いします。今回の番組をお楽しみいただけたのならば、いいねをクリックしていただけると嬉しいです。言いたいことを言いまくってるメルマガ版の方にも遊びに来てください。こちら有料版になっておりますが、私の自由な言論、表現活動を助けていただいております。いつも応援ありがとうございます。より良き表現空間のため、フィードバックよろしくお願いします。それではまたの機会もお付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。
富永愛子、安倍晋三完全勝利説というものが、7にモルゲストよって答えたんですが、モルゲストよかって紹介した。赤が勝つ、羽生くんすごい、犬くんすごい、日本別にすごくない。だってあなたに会えたからと。番組を最後の最後までご覧いただいた皆さん、突然ですがじゃんけんタイム。いや、じゃんじゃんけんじゃんけんチョキ。私がチョキなのでグーを出した、あなたグッジョブ、おめでとうございます。私と同じチョキを出したあなた、着替えますね。あなたと私で 1,2,3 のトリプルピース。そしてパーを出したあなた、さよならさよならさよなら、淀川長春かーい。それでは本当のバイバイ。